勝軍寺は香川県高松市にある天台宗の寺院。三号は岩尾松山。詳しくは岩尾松山本門寺院、勝軍寺と称する。本尊は薬師如来。院室である本門寺院の名でも呼ばれる。境内には小堀演習の策定といわれる近くの庭や高松藩松平家の女性たちが茶会の名目で密かに進行していた。 キリシタン道路がある。天長9年、エンチンにより移動産エンジン混合寺として解散し、エンチン作の薬師如来を安置した。慶安5年には、高松藩初代藩主、松平頼主が、当時境内に、徳川家康を祀った、新たな社殿を建立したが、この御神体は、文化12年、高松藩第8代藩主、松平雷ただによって、佐抜東将宮に移されている。 1904年には、境内裏山に新四国案を創設し、そこに1909年から1915年にかけて、ミニ四国88箇所を改装している。しかし寺は1945年7月4日の、米軍による無差別縦断爆撃、高松空襲によって全焼し、書道、栗などがすべて失われた。そこで失われた本堂は1956年に、 再建されている。ありがとうございます。